今発信した。こんなことあっていいの？おお、でかでかでかいっすね。あなた足ちょっと欠けてますね。うん、ここも飛んでいくかな。褐色ってかっこいいな。丸落とすればね。あ、でも足片方欠けてるのよ。今日の狙いはカブトムシのメス。メス何のために必要なんですか？家にカブトムシ飼ってるの。オスがいるんですけど、メスがいる。ちょっと角が曲がっちゃってんだよな、カブトさんな。まだ気をつけてね。下から見てみましょう。ゴミムシ。ゴミムシでした。すごい明るい色だね。めっちゃなんか尻尾がクリンってしてない？すごい。アリに今反応した。ゆらゆらしてますね。まあ、いても黒話ですからね。こんなことあっていいの？そうだよ。え、やっぱりいないと思ってたけど。マジか。ママはいないけど、僕たちのこと、これメスだよね。これメスだよね。やべ、なにこれ、やりまし。こんなあっさりというか、思った通りになるとは夢にも思わんかった。はい、行きましょうか。気をつけてな。よし。よし。やった。マジか。マジか。こんな、確かにこういてほしいとは思ったけどさ、普通にピョコっていると思わなかった。うん、ちょっと。ところも見れたの。はい。ちょっとチェックしましょうか。明るいところでやる。今日確かになんかカブタくんのね、土替えしててね、うん、なんかメスさんいたらいいなとは思った。うん、あ、でも。もしかしたらそれが良かったのかもね。ね、土替えをして、今日なんかカブタのお嫁さんがいたらいいなと思ったから。うん。ねえ。だからだよね。そう、カブタの土替えしてなかったら多分この、今日のこの森に来てないね。うん。やりましたね。やぶきり耳。うん。この森は何なんだろう。本当に俺らの願いを叶えてくれるよな。あ、無敵な。いやない。ここから北海道。北海道ではないね。あれ北海道ではないね。あれ富士山だね。だけど富士山ってどこに？富士山は静岡県だからね。よし、帰ってきました。うちのカブタくん。今日ちょうど何をしたんだっけ？お掃除。ちょうどね、土をなんかね、おしっこの匂いもあるからね、土替えをしてね。だからなんかやっぱメスいた方がいいよなと思ったんだよな。うん、メスがいた方がいいよなと思ったんですよ。そのメス、もしかしていたらいいなと思ったんですよ。そしてるね、このメス、カブコです。カブコさん、こんにちは。名前が絶望的に単純だけど、カブタはちょっとそこで潜ってますね。仲間だよ。仲良くしてくれると嬉しい。なんかすごい力だけど。いやー、手の力すごいね。うん、よし、仲良く。あ、早速近づいてきましたね。こんにちは。メスさん、
まさか僕のお嫁さん。てってれー。